っかりなんか、はい、挨拶が無に帰したっていう挨拶に無に帰した無に帰したこんばんはみたいな感じお疲れ様ですみたいなお疲れ様です無に帰した今日はですねイース、PC エンジン版のイース1-2の2のエンディングまで行こうと思ってます、はい、エンディングまで行っちゃいます。多分3枠ですね。はい、よろしゃっす。はい、じゃあ行きますか。もうやりますか。はい、ドン。いつものじゃあ早速今日で無に帰しちゃいます。はい、完全にやっつけます完封なきまでに無に帰しますから。はい、前回はサルモンの神殿に入って少し進んだとこですね、うん、通行証とかもらいながら通行証と、識別コードね。そうそうそう、 N8086 お覚えちゃってる。今あの字幕作ってました。はいはい、字幕できました。すごい。じゃあ続きからやりますよ。はい、相変わらずのどこもかしこもザル警備ですけども、うん、今サルモン神殿の西の方にいるんですけど、ここでですね、人間たちが捕まってたんですけど、脱走したんですよ。で、脱走した人たちがこの先にいるのでそこに行きたい、はい、地下水路に逃げ込んだんでそこに行きます。おっと、お、バレた、お、バレた、バレた。すごい、お前を老人形にしてやろうか近いものがあるはあ、結構許してくれ。はあ、じゃあじゃあさよなら。じゃあどうも。さよなら。あれ？ちょっと攻撃してみるか。はい。あ、いかない。強い。いかない。無視しよう。右から来たものを左に受け流す。ダレス。はあはあ。一生魔物の姿で過ごすがいい。やばい、老人形になっちゃう。ギャー。あーあー。あ、なんだこりゃ。ギャー。ああ。赤毛の赤毛のキモい人だギャー、無に帰しちゃった。イース1の廃校に似た敵に似てる頭にちょんって赤いのついてますけど、そうそう、この状態になるとテレパシーの魔法が使えません、はあ、だから敵と話したりすることもできないので非常に危険な状態です、ね、あら、でしょうがないんで、まあ、この鷹の調度装備してですね、まあ、地下水路にこのまま行きます。ああ攻撃はできるんだ。攻撃できます。さあ来ました。ここでですね、どうしようかな。じゃあまずその脱走者のところ行きましょう。おう、こんな見た目になっちゃいました。こんな見た目これがねまた複雑で、ああやっぱり迷った。ちょっと待ってね、これね、いや結構練習したんですけどね、確認いろいろしたんですけどやっぱ迷います。ひー、あいつ強いんだよ。雑魚敵の HP がマックスになってますね。そうそうそう、わー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 、ちょっとね今このレベルだとちょっとしんどいんで慎重にいきます。大胆かつ慎重に参りましょうおー、タックチャンス。博多花丸大吉先生、はい、ザ・漫才優勝おめでとうございます。あ、おめでとうございます。優勝したんだ。俺の中であのジャーマネイコール博多大吉先生っていうのがありましたさあ来ました。お、わあ、うわあ、魔物だうわあ、そうですね、魔物ですね、うん、見た目赤毛の魔物ですね。ですね、ちょっと待ってください、待ってください。魔法使いの力で魔物に変えられてしまったんです。なんかで聞いたことありますね信用できない。いやそりゃそうです、ね、そりゃそうだ。あー、無茶なこと言いますね、はい、こっちだって困ってるっちゅう。大ヒント、大ヒント。他と壁の色の違う部屋がある。そこは聖なる杯が隠されています、はあはあ、でこれこの前ゲットしてきました。取りましたね。そう、先に取っておきました。に用意したものはこちらにございます。そうです、料理番組みたいですねでラミアの村のレグ
という人にその杯を持っていけば人間に戻る方法を教えてくれる。よく知ってますね。そう、大ヒントですよ。で、フリッピーターンの魔法で素早い進行ですね。そうなんです。まるで RTA みたいだで、ここ一回来ると脱走者の隠れ側にこれ後でワープで戻ってこれるんでルーラポイントがそう、だからね、先にここ来といた方がいいんですよ、ね、超楽ちん、うん、で、このまま村においおいおい村に侵入します。おいおい、物騒だな友達のマリア返して返してじゃねえよ。わあ、怪物だ、助けて。正しい反応ですマリアさらわれちゃってますからね、このすげえ面だな。さあ、レグの家に行きます。おお、話が早い早い。さあ、古い井戸700年前。はあ、はあ、これイースが天空に旅立った時が700年前ですよね。室町ですね。室町そのぐらいですね。タタの解毒作用があるんじゃ。はあ、で杯に入れると清水ができると。魔物の呪いはそれで解けることじゃ。で、水もらいます。やった、清水ですね。そうです、清水ゲットで、やった、不正な杯を使います。最近清水ってちょっと言うともう意味深なことにしか思い、うん、そうだね、燃えないっていうのはちょっと問題がありますよね、我々ね。ちょっとこれアドルさん変態感ありますね口に含んじゃった口に含んじゃった、冷静に含んでますから、ね、あ、戻った、戻りました。で、この状態でまたワープしてですね、うん、隠れ家なんか苦しい戦いでした、はいあっという間に戻りましたね。魔法使いさん、波鍋ですね、はい、あ、今脱走者が湧いて出ましたねなんかスプライトの関係でね、スプライト。さあ、女神の王宮へ続く道は女神像によって閉ざされている。あ、で、ペンダントが必要である。あ、出た、キース。キース、あの溶岩の村でいたキース、うん、そう言ってたよ。で、奥に行くとですね、なんと、お、ランスの村のリリア。リリアじゃん。あれ、本当にアドルさんなの？もう会えないかと思ってた。私です、ダンスの村で助けてもらったリリアです。魔物の人間狩りにあって捕まってしまったんです。さっきキースという名の魔物が私たちを助けてくれました。その時、この鍵を持っていけって。封鎖されている扉はほとんどこの鍵で開くだろうって言ってました。長い、うん、べしゃりが長い字幕はね、あの、俺が後で字幕つけますからYouTube の方ご覧ください、はい、さあ、鍵ゲット。やったー。おや、扉の外で不気味な笑い声が。博士かな。おかげで脱走者どもが見つかったよ。貴様の後、私の手下がつけていたのだ。そいつらは重大な秘密を知ってしまった。生かしておくわけにはいかん。貴様は自分の痛みが耐えられても、人の苦しむ姿は耐えられまい。今から貴様はその苦しみをたっぷり味わうのだ。石と化せ。まあそういうこともあるよねひどいひどい石になってしまった。あら、金の針がいてね。そうなの、金の針をじゃあ取りに行きます。ないですないのか、偽売りじゃないのかで、しょうがないんで、結構バッタンしてますね、はい、ストーリーが。鍵ゲットしたんで、はい、これで大体どこでも開きますから、ちょっと宝箱をね、先にゲットしていきたいと思います。石化したら死んじゃうよね
死にますね、うん、石化ってどういうことなんだろう尿道結石とかそういうこと全身結石全身結石、ああ石化フェチ、はあ難しいな初めて聞いたわ、さすがに。やっぱりコミケなんかでは5、60ブースぐらいあるんですかね石カフェチーブースが出そう。とりあえずここでですね2つ宝箱を取らなければいけないんですが、うん、迷うんだよなここが。石像フェチ、うん、あ石カフェチは結構根強い。そうなの、やっぱり昔からあるんだろうね。マジで。尿道結石フェチはコミケで1サークルぐらいだと思いますね多分ね。さすがに。あもうない。あれまだアドルが開けていないので箱はすでに開いている。大ヒント。ペンダント神殿右奥の地下水路。あ、なるほど。了解でございます。ザル警備ですね。この辺ペラペラ喋っちゃうから、ね、うん。なんかもうそもそも論で言うと、敵いると話はダダ漏れだわ、経験値は渡しちゃうわ、はい、だからいない方がいいんじゃないですかね。確かに雑魚敵ゼロだったらボス倒せませんね。ええ、おじいちゃんの宝箱はさっき開けたでしょ。老老介護の現場ですね。ここがこの前取れなかったアイアンシールド。はい、鉄の盾ですよね。そうです、700ゴールドのやつですよね。本当だ。あんまり強くなさそう。ドラクエ的にはなんか、あでも4番目に強い、はい、4番目じゃないか、2番目に強いかな。あそうですね、あ2番目3番目かな。でもう1個ね、タイムストップの魔法ってのをここに取れるんですけど、うん、いまいち場所が分かりにくいのとなくてもクリアできるので、おこのまま行こうかどうしようかって迷っております。ほうほう、まあでも取った方がいいかな。やっぱり取らないと、うん、RTA みたいになっちゃうから。そうですね。アイテム欄埋まらないしね、うん、まあ、結局スカスカですけどね、アイテム欄ね。そうです、ね、なっちゃうから。お、あ、取った取った。タイムストップの魔法。これね、使わないんだよね。これ使わないんだよね、つって取りに行く。あ、これで埋まりましたから、ここがね。ちょ、待ってよの魔法ね。で、これで、一回ラミアの村戻って、はい、神殿右奥の、ああ、そうか。ペンダントを取りに、ね、うん、行きます。ちなみにこれも門番なんですけど、あ一回セーブしよう。この間テレパシーの状態で話しましたね。そうですね。この状態だとね、閉まってる。あ、こうカチッカチッ。こういう攻撃できないということになっておりますので、硬い。魔法もね、効かない。ああ、硬い。効かない。なのでまあしょうがないので目の前で変身。またお前か。またお前かってなんだよ。ちょっといいセリフでしたね。そう、口に出して言いたい日本語。またお前か。またお前か。あの Windows 版とかだと、あれお前この前入ったっきり出てきてないけどどういうことだってツッコミを入れてきます。ああ。鋭いな。そう。ちゃんと仕事してる、警備員の仕事してる、うん、そうそうそう、警備員バイトだ。ちなみにこの PC エンジン版とか MSX 版ではあいつ倒せません。あの最強です。最強、最強です。ラスボスより強い。うん、強いです。 Windows 版とか PSP 版だとなんと倒せます。おお。ちゃんとその辺がね作り込まれているので、あの感動しました。あ、倒せちゃうんだ。アップしないですね。お、はい、地下水路2つ目。
っぱりなんか遺跡の下には必ず地下水路がありますね。ありますね。カリオストロの城みたいに。あるね。水は重要ですから、うん、上下水道をね、そうそうそう、徳川家康って作りましたからね。そうだったのか、うん、ここがまた迷うんだ玉川上水ですよ。玉川上水、うん、詳しくはタモリクラブをご覧ください。こっちだと思うんだけど、相変わらずマップ広いな。あそこに宝箱あるでしょ。はい、あれを取りたい。あ、意外とすんなりいけた。あれ、そう、玉川上水すごいんですよ。よく作ったよ。うん、最重要アイテムですね。はい、ゲットしましたんで、これでですね、ちょっとレベルを上げていかないと、はい、次ボスなんで、レベルいくつかっていうと49でしょ。49ちょっとね、倒せないんですよ。倒せないんで、この辺でちょっとレベル上げをしたいなと。この辺なんだ。はい、こいつね、めっちゃ強いんですよ。強いからね、死ぬことが結構あるんですけど、うまく死なないようにこいつを倒していきたいな。おお、硬い。めっちゃ強いです。112もらえますね。そう、硬い。上がった。上がった。レベル50だったらもうドラクエだったらクリアですよ。おお、すごいな。ファイヤーの追尾機能が素晴らしい。おう怖いんですけど、ここ結構効率いい。おお、ネクストは何もですか。ネクストは5万だ。5万2000、結構あるな。結構ある。しかもここでレベル53まで上げたい。結構あるな。結構あるでしょ、うん、でもね、上げてないと次のドルーガーがね、倒せないんですよ。ああ、そういえばさ、はい、タモリクラブ DVD ボックス化希望ってあるんですけど、はい、なんかね、ウルトラクイズ第13回が放送されるって、はい、え、 BS だか CS だかで、あの13回伝説、あの伝説の13回が。だからなんか前はよく話としては、はい、素人がメインだから、はい、全員の許可が取れないから、あ、 DVD 化できないとか再放送もできないって話だったじゃん。はいはいはい。なんかできんだって。できたの、うん、許可もらえたのかな。まあ、13回どうするんでしょうね。なんか最初の方はぼかしが多いとかそういう話なのかな。あ、終盤は多分大丈夫なんだと思うんですけどね。あ、うん、あの最初丸バツとかやってるとこですよ ね。3万人とかいるじゃん。3万人の許諾取れないと思う。ちょっと無理ですね。そう、なんか、あの、なんか何らかの何らかの契約をしたチャンネルじゃないと見えないらしいんですけどね、うん、そうですか。いやー、いいですね、ウルトラクイズは。あ、いた。見るたびにね、懐かしくておじさんの目から汗出ちゃうから。タモリクラブもね、 DVD ボックス化してほしいんですけど、あれ切りないからね。ボックス買ってもなかなか見切れないですよね。あと見てもしょうがないと思うな。あー、つえー、しっかりするとすぐ死んじゃうんですよ。逃げ気で 3発で死にますね。そう、ちょっとね、失礼して、あの回復を。ちょっと失礼してね。うん、あのね、今日何回かレベル上げシーン挟まります。あ、挟まりますが、ここが一番めんどくさいです。だるい。うん、あとで後半の、レベル上げはね、もっと簡単です。経験値もう5万もありますね。うん、そうなんです。あと生命の薬は買うんですか。買いたいんですけど、お金が5万ほど足りませんが。そう、ちょっとあの練習とかでやった感じではお金6万たまらないうちにボスに到達し、ラスボスに到達しちゃうんで、うん、まあ買わないでいこうかなと思ってるんですよ。多分ゴールドの稼ぎ効率だったら、うん、あの例の、はい、ジラの家の地下の、そうですね、あそこでもいいんでしょうね。そうですね、あそこは経験値はね下がってもお金はそのままくれるんで、うん、
ただね、あのジラの家に匹敵する匹敵するレベル、うん、ポイントがね、この後出てきます、ね、お、やった、お楽しみ。ここそこでね、もう最終レベルまで上げるぐらいの勢いでやるんですけど、やった、上がった51ね。いやー、少なくとも52にはしたい。ボスがやっぱ強いね。でもさすがにこれ放送的にもう一個上げたらボス行ってみますか。ええ、これは5万6000まで上げる。結構かかりますね。かかるんですここじゃあそんなこともあろうかと、はい、こちらに小林製薬商品一覧のウィキペディアのコピペがありますそんなものが。どうしようかな。ざっとね、はい、40商品ぐらいありますね。何？わあ。これなんだろう、早口言葉みたいに読んでいけばいいのかな。アイボン、アンメルシン、アンメルツ、コムレケア、コリホグス、シジラック、タムシチンキ、タムチンキ、アットノン、アピトペール、アピトベール、サカムケア、ズッキノン、ニノキュア、ビフナイト、フェミニーナ、ラナケイン、オシリア、ノドヌル、イントウェル、ハレナール、マミヤ、アロエナンコー A、命の母、ビスラットゴールド B、クレンジル、ダスモック、チクナイン、ハッキリエース A、ボーコレン、ユリナール、ボーコレン、小林製薬の途中茶、イージーファイバー、小林製薬の栄養補助食品、糸ようじ、デンタルドクター、柔らか歯間ブラシ、マイクロ歯間ブラシ、生場西洋かな、あ、トマリナ、タフデント、パーシャルデント、タフグリップ、サラサーティ、熱サマーシート、うん、汗わきパッドリフ、サワデー、トイレその後に、消臭源、無効空間、ブルーレット、キムコ、サニーボーン、アワーパワー、トイレ洗浄中、ケシミン、オードムーゲ、ヒガサンヌ、オドイーター、メガネクリーナー。以上です。あ、終わっちゃったもうちょっとかかるかい。いや、でも5万6000ですからね、もうすぐあと5匹ぐらいで上がります。なんか気になるのありましたか。ボーコエン、ボーコエンじゃない、ボーコエン、ボーコリン、ボーコレン、ボーコレン、ボーコレンね、ボーコレン、ボーコレン、ボーコエンの薬ですか。そんな感じじゃないですか。うん、ボーコエンじゃダメだね。ボーコエン、あ、上がった、上がった、よし、じゃあ行くか。ボーコレン、ちなみにダスモック、うん、第2類医薬品、聖杯糖が主成分のスティック顆粒タイプ、2013年9月に広島県限定で発売されていたが、2014年9月に全国発売された、うん、漢方みたいですね。ダスモック、ダスモック、ダスモック。さあ、じゃあボス行きましょう。ショウヨウショウヨウか、あ、あったね、商業ね。じゃあ小林製薬さんにはちょっとお引き取りいただいて、またお前か。意外とすぐレベル上がるね。そうなんですよ、敵が強いんですけどやっぱ経験値もいっぱいくれるの、うん、さあ、ここがボスの部屋なんですけど、銀のペンダントまで入手して、はい、サルモン中央でボス戦。はい、じゃあ行きますよ。ああ、回復しよう。ここでね、セレセタの花を使っちゃいます。わあ、全回復。わあ、枠があと5分。わあ、倒してしまいたいな、ドルーが。お、キモい。
おおお、あーいけるかな、いけそうな気がするぞ、いけるんじゃないですか、うん、おお、いったいったいった、あファイヤーの魔法が強いこいつねレベル、こっちのレベル低いとねほんと苦労するんですよ、うん、そう肉弾戦です、忍者龍剣伝の回転切りぐらい強かったさあ女神像来ました、導きの巻物が輝き出す、あらこいついつも輝いてんなアップデートされます、輝いて読みます、ほう、うん、2つのペンダント探しなさいって言ってるんですけど、とりあえず今銀のペンダントあるんで、うん、これでかけるとワープします、バーイ、よいしょ、巻物バージョン 2.3 でここはどこかに着いた、テレパシーで進んじゃいましょう、セーブしとこう、サルモン本館1、本館、はい俺もなんか温泉宿しか頭に浮かばないんだけど、本館別館新館みたいな結局新館が一番新しいアネックス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 って温泉宿とか辞書でしか見ませんアネックスそうだよ、祖父マックがアネックスあと3分、はい、もうちょっと行きましょうか、サルモンの湯別館そんな感じだよねこの渡り廊下を渡って、あの別の胸の温泉に、ね、そうそうそう入りに行く感じ、アネックスにはね温泉施設ないんですねないんだ、ちょっとねあの移動していただいて、そっか、その間にあのお土産物屋さんありますから、うん、ああまたですか、バンペイ2人います、駅前留学が必要じゃないですか、あれよいしょ、水路調整室の鍵がなくなったんだとよ、あーキースとかいう魔物がかっぱらったのか、お前も魔物だよさっき俺はキースとかいうやつを発見して後を追ったんだ、だけどこの先でまんまと逃げられちまったよ、ほうほう、というわけでこっちに行くとキースがいるだろうと、ほうほう、でその前にキースその前にキースその前に宝箱をね回収します、バトルシールド、うん、確かここはこれだけでしたかね、そうですね、はい、なんかキースに、はい、キースに会いに行きますよ、この本館も結構広いんですけどね、本館ダメだ、え本当に温泉宿しか思いつかないそう広いんだけどあんまり大したもんないっていうね、あついにキースって魔物をこの奥に追い込んだぞ、ほうほう、ということで追っかけます、さあまたまたここかこれが3番目の地下水路かな、地下水路中央ですね、うん、今度ね、あ月寒中央みたいなもんかな、はい、全然違う月寒西と月寒東と月寒中央、うん、ここもね迷うんですが確かこっちだな、さあ終了まであと1分ですが、はい、ちょっとじゃあここで一旦あれしますか、あれしますか、枠を移りますか、つつがなく進行しておりますね、はい、全体のチャートでいうとねもうね、うん、残り 半ページですから6分の1ぐらいですね、お順調順調順調ですね、じゃあ自枠に行きます、はい、